ヒルタの戦いは、第二次ポイに戦争中の紀元前203年に発生したスキピオアフリカヌスレイカのローマ軍分天隊とカルタゴの同盟国であったヌミディアをシュファクスの戦いである。スキピオのアフリカ侵攻経路、バグラデス側の戦いの敗北後、シュファクスはヌミディアに撤退した。スキピオは、その信頼する部下であるガイウス・ライディウスと、 ヌミディア騎兵を率いたマシニッサにシュファクスの追撃を命じた。シュファクスはヌミディアの首都であるキルタに逃げており、そこでローマ軍に対抗するための新たな兵を集めていた。シュファクスはスキピオの成功を見て自身の軍も急いでローマ式に再組織しようとしていた。しかしながら新編成された軍は数の上ではローマ軍に匹敵したもののほとんどの兵士は 経験が不足していた。最初の激突は、両軍の騎兵艦に発生した。当初の戦いは激しいものであったが、ローマ軍不評が騎兵を支援すると、カルタゴ軍騎兵は、撃破されて戦場から逃走した。シュファクスは、自軍が崩壊するのを見ると、自らを危険にさらして前進し、兵を再集結させようとした。しかし、この勇敢な試みの最中に、 彼は馬を失い捕虜となった。ローマ軍はキルタに迫り、鎖に繋がれたオーシュファクスを見せて解除させた。スキピオのアフリカでの立場は確立された。まもなく、ハンニバルがイタリアから戻り、ザマの戦いが発生するが、スキピオはこれにも勝利し、第二次ポエニ戦争は終結する。ありがとうございます。